ルルママ虫垂がんになったってよ。盲腸がんと虫垂がんの違いを先生に聞いたら衝撃だった。大腸内視鏡検査の時、直腸の一部が赤かったので検査に出しました。結果は異常なし。それより先生に聞きたいことがあったのです。最近盲腸がんだったよねと言われます。その度に虫垂がんと否定するのですが、その違いがよくわからず教えてもらいました。虫垂がんと呼ばれるのはこの先端の細長い部分だけです。盲腸がんと虫垂がんなら盲腸がんの方がいいんだよね。虫垂以外の大腸は壁が厚い。虫垂は臓器を包んでいる壁が薄いから、壁を破ってお腹にがんが飛び散りやすい。それが腹膜播種ですか。治療が難しく再発率が高いがんです。胃腸などお腹にある大半の臓器は腹膜という大きな袋に包まれています。その腹膜にできるがんです。腹水がたまってお腹がどんどん大きくなったり、腸閉塞、便秘、腹痛、吐き気、嘔吐、これらの症状があると言われています。盲腸がんなら大腸内視鏡検査でわかるんだけど、虫垂がんは大腸内視鏡検査では見れない。運が良ければ虫垂の入り口にできていて気がつく。虫垂炎の手術の後にがんだったとわかるのが一番多い。あと CT でわかるとかね。私はステージ3C でも CT ではわかりませんでした。仕事が忙しくて何回も虫垂炎を繰り返すけど、薬で散らしている人がなっていることが多い。私もそのタイプでした。腹膜播種ってなかなか治すのが難しいんですよね。でもオキサリプラチンが効くんだよ。私その抗がん剤マックス12回もやったから腹膜播種にはならないですよね。それが大丈夫ですとは言えないのが申し訳ない。がんって小さいとわからないんだよね。がん細胞 0.01 ミリ。腹膜播種はあるかもしれないが今のところ見つかっていない状態ってこと。超余裕でいたんですが、まだまだ私綱渡りの綱の上らしいです。だからあんなにまめに検査するんだね。虫垂がんが分かった強運な私がチャンネル登録待ってるよ。